久保さん、やっぱね自由であるためにはね自由を勝ち取るためには数があるとね自由じゃなくなっちゃうんですよ。うんまあこれは僕の見解なんであの人それぞれ違うかもしれないですけどまあでも物理的にも1対100万人をサポートしますってなった場合多分物理的にじゃあ100万通メールが来ます対応します1日じゃ足りないですよね単純に <laughs> 無理ですよ。 だから自由を獲得してなおかつ売り上げも上げるんだったら客数は少なくて高単価のものをしっかり売り続けるっていうビジネススキームを作らないと自分の人生なくなっちゃいますからねだから僕がラッキーなのがまあなんだろうな吉谷さんめっちゃやってるって思われてるんだけど暇なんですよでそれは何でかっていうと僕の分身クローン人間がね そサイボーグがね、いっぱいいるだけであって、僕はやってることはまあ大したことないですよ、一日で <laughs>。それがね、ラッキーなんですね。やってるように見えて、実はやっていないっていうね。お前は死んでいるように見えて、お前は死んでいないみたいな。サイボーグを作り続けてますね。この動画もね。はい、ということで、今回はキング牧師いきましょうかえ。疑わずに最初の一段を登りなさい。階段の全てを見なくていい。とにかく最初の一歩を踏み出すのです。多くの人はね、 あ,あんなにでかい階段登れねえよって階段全体を見ちゃうんですよああみたいなでも一歩だったら登れるんですよねでも全体を見ちゃうとああ俺には無理だってなっちゃうんですけど一歩踏み出る踏み出せるんですよねだからちょっと例えば動画に関してもじゃあ3秒だったらどうすかとあったねまあ多分ねこ,のこれを言ったらそれやって意味あんのって言われるんですけど <laughs> あっていうことを一言言ってねアップするこれできません 多分できるんでですよでも多分それやって意味あんのとかねそれ稼げんのっていう僕からするとそこにどういう意味付けをするのかなんですよ確かにあっていう1秒の動画をアップしましたそこに意味は見いだせないかもしれないでも考え方を変えると意味を見いだすこともできるんですよ例えば YouTube の動画 YouTube の管理画面に今日慣れた1回の作業をしたことによってあ動画のファイルをこうやってアップロードするんだタイトルはどう,どうつけよう あっていうコンテンツだけど、これにあってつけようかなとかね。だからあとは、なんだ、えーまあ、編集、まあ、その編集はしないかもしれないですけども、編集するんだって編集ソフトの経験値がつくとかね。だからそこにどういう意味付けをするかで意味は変わってくるし、だから僕自身も堀江さんに意味あんのって言われたことをね、ずっと使いこれからも使いますけど、意味はあります。僕にとってはね。 森江さんはただ意味付けをしてないだけであってその質問者にそのなぜその僕がそういう質問をしたのかっていう意味付けをしてないだけなんですね。意味付けをしたら多分あこの子はこういうふうな考え方だからまあ僕のね 全体像は知らないと思うんであれなんですけど、この子はこういう考え方で、こういう人生をたどってきて、あ、こういう理由でこう、あこういう質問をしてきたんだな、なるほど。で、俺がこ,これを答えることによって、この子と同じような悩みを抱えている人に対して、何か勇気を与えられるかもしれない。このことを答えることによって、ん誰か一人救えるかもしれない。他の人の人生を救えるかもしれない。じゃあ答えてみよう、みたいなね。だけど、そこを意味付けしなければ意味あんのみたいな。その聞いて意味あんのみたいな。 い <laughs> ってらっしゃい。